経済再生の科学をですね、整理してますと、まあ、経済関係の人っていうか、政治家っていうかですね、まあ、知識人っていう人もそうだし、まあ、あるいは一般の人もそうなんですけどね、とにかく言うことがコロコロ変わるんですよ。それでその人が一体何を思ってるのかよくわからないっていうことが多いんですね。例えば、人生観としてどういう人生観なのか。私なんかはまあ、比較的はっきりしてまして、まあ、お金が別に重要ではないが、やっぱりお金はあった方がいい。それからまあ、優秀であるということも、何か優れているともいいことではあるけども、それは人生にとってあまり大切なことじゃなくて、生きていることが一番大切なんだ。ですね。それからまあ、私に言わせれば、ここでちょっと話したいんですけども、まあ、資源が、石油とかそういう資源がなくなることもないし、それから環境は現在の人間の活動ならそんなに悪くなるってことはないというふうに思ってます。それから生活の不安なんていうのをみんなが思ってると、私もまあ病気になるかもしれないし、それでですね、まあ家族が誰か悪くなったら自分は仕事を続けられるだろうかとかいったもちろん不安もあります。もちろんお金の不安もありますね。それから年金がもうほとんどどうしていいかわからない状態ですよね。年金が崩壊するってもう10年も言ってるわけですから、それから年金はこうやって将来やるっていうのはですね、平均の利回りが 4.5% っていうもとで計算してて、それでその 4.5% が取れるはずないわけですね。で、それをよく調べてみると、4.5% 取らないと年金が成立しないと書いてあるんですよ。いや、そんなのはね、年金の政策じゃありませんよね。だからそれですし、から環境問題についてももったいないとかですね、そういう話が多いわけですね。それでにもかかわらず、内需を拡大しろと、つまりお金を使えと言ってるし、設備投資をしろと、設備投資をしろというのは物をうんと作れってことなんですよね。もったいないとか、それから、地球温暖化と一体どういう関係があるんですかね。全然相反するわけですよね。老人は金を使えと、どこにどういう目的で使うのかということなんですね。それの一番、まあまあ、これも山ほどこの矛盾が中にあって、で矛盾に気がつかないで言ってるのか、それとも、まあ、分かってて嘘を言ってるのか分かんないんですけどね。だから全然解決しませんよ。だって、政府が何かを支出して、お金を支出して、政府支出に基づいて民間で、設備投資が行われて、その設備投資に基づいてみんなが物を買う、それがいいっていう人がいるんですよ。いや、そんなね、政府の支出をするとなんか定数があって、それはもちろんよくわかってるんですけど、定数があって、その定数に従って民間の設備投資とか消費が増えるっつってるんですよ。いや、それはそれで別に構いませんよ。だけどもあなたが言ってるもったいないとか、それから節電だとか、そういうのとどういう関係にあるんですかっていうとですね、山のような言い訳が来るんですよ。だけどもやっぱり矛盾してる、本人も矛盾してるってことは分かってるわけですね。例えば、小泉政権の時にもったいないってのは流行りましたね。でもったいないって言葉はですね、もともとは全然そういう言葉じゃなくて、私はこんなに貧弱な人間なのにそんなことしていただいてもったいないっていうのが本当はもったいないですけども、それが転じて、いわば良い子の言葉なんですね。環境を大切にしようとかもったいないっていうのは良い子の言葉なんですよ。本当にそれが大切かっていうことじゃなくて、ちょっと見かけに良い子のように見える、私は良い子になりたい、だからもったいないは大切だと、こうなるっていう感じなんですね。例えば一つ見てみましょうか。水ですね。水を大量に使うのはもったいない、節水しようっていうのがありますね。これはどういうことかっていうことなんですけども、日本は海の中におりますから、海から蒸発した水がですね、真水がですね、貴重なんですね、真水っていうのは。真水は非常に貴重なんですけど、真水が空から降ってくるわけですよ。それがだいたい日本に降ってくる水の量は8000億トン、約8000億トンなんですよ。で、そのうちですね、現在人間が使ってるのがその10分の1、800億トンなんですね。800億トン、その10分の1の800億トンを使ってるんですよ。さらにその5分の1ぐらいの150億トンを、いわば家庭用水って言いますかね、生活用水に使ってるわけですね。あと工業用水が100億トンぐらいあって、農業用水が550億トンぐらいあるんですが、
まあ、いずれにしても150億トン、まあ、農業もどうしても必要ですから、あれですけども、生活用水には150億トンしか使ってないんですよ。8000億トン降ってて、そのうちわずか150億トンしか使ってないんですよね。で、あとどうしてんのって言ったら、使わずに海に流れちゃうんですよ。海に流れると、もうこれ塩水と一緒になりますから、無価値になりますね。だから真水という非常に価値のあるものを節約して、海に流すわけですよ。で、私なんかそういうのが頭に入ってますからね。いや、水を節約するって、それ節約になってないよと。むしろ水を使う方が良くて、使わないのはもったいないことだよと。使わないのがもったいないことだよと。だから、まあ、もちろん不必要に使う必要ないけども、節水というのはいらないんですよね。むしろ積極的に水道を使わなきゃいけないんですよ。そうするとね、月々の水道代が3000円のところが5000円になるということになりますね。倍使えば、まあ、大体3000円が5000円になります。そしたら、2000円多く使うじゃないですか。2000円多く使うのはもちろん家計的に問題だと言うんであればですね、それは、もちろん3000円でいいんですけど、その、老人がですね、風呂を節約してもったいないっつって2日に一遍入ってたやつを毎日入ればですね、それからまあ食器もじゃんじゃん洗い、まあなんか打ち水をしてってやったら、それ3000円が5000円になるかもしれませんよ。しかし老人それできないんですよ。なんでかって言ったら周りからそんなに水使ったらもったいないって言われちゃうからですよ。水使った方がもったいなくないんですよ。つまり、ほとんどの水を使わずに海に流してるわけですね。もしそのお年寄りが3000円しか水道を使ってなければ、後の分は海に流れちゃってるんですよ。ところが毎日毎日風呂に入って5000円使えば、そのまま無駄に海に流れる真水が、その日本人がより幸福にっていうか、まあお風呂入った方がさっぱりしてるとした場合ですよ。さっぱりするために有効に使われるわけですね。だから、自然の利用っていうのは、まあ、ある意味で大切なわけですよね。まあ、水なんか一番どんどん利用したらよくて、ダムをもっと建設し、ダムは作り方によっては別に自然破壊しませんからね。そしてその水を豊富に、市民に供給し、市民もそれをもったいないっつってないで積極的に自分の人生に対して使うと。これもできないようではですね、私どういうことを目的にして人生を送ってるのか分かんないわけですよ。その人によって風呂に入るの好きな人もいるし、もちろん風呂なんか入っても意味のない人もいますからね。だけど風呂の入るのが好きな人でも今はもったいないっていう言葉があるんで、あれなんですよ、やっぱり制限されちゃうんですよね。で、もったいないというもし言葉がですね、まあ、僕は石油もなくならない、まあ、10万年はあると言ってますし、温暖化を絶対温暖化しないというふうに言ってるわけですが、私としては辻褄を取れてるつもりなんですね。私はまだ日本人の生活はもうちょっとは良くした方がいいと思ってるんですよ。家もそれほど皆さん満足じゃない、まあ、地震が来て家が潰れるんじゃないかっていう恐れもある、それから津波をどうするかっていう問題もある、ちょっと家が狭いなっていうのもあるし、冷暖房なんかも少し我慢してる、そういう状態ですね。だけど私はですね、日本国は360兆円の黒字資産を持ってますしね、それから生産力も非常にあるし、経済力はあるわ、もっとあるわけですよ。ですからせめてね、日本の経済力を使ってやっていいぐらいは家を大きくし、レンダーボンをつけ、快適な生活をし、まあ、好きな車に乗っていいんですよね。別にそれを節電、発電所作ればいいんだから、別に原子力発電所作んなくたって石炭火力発電所作ればいいんですからね。じゃあ石炭火力発電所を作って、それで皆さんが電気、アメリカ人が日本人の倍の電気今でも使ってるんですから、別に倍まではいいわけですよ。今日本人の電気を2倍まで使ってもね。だけどそれは今度なんか温暖化だからダメだよって言うわけでしょ。そんなことやっててですねつまり私はね、人によって意見が違っていいと思うんですよ。温暖化するっていう人もいてもいいと。だけどね、その自分の言うことが辻褄がきちっと取れてて、そのこの時はこういう、この時はこういうっていうことをですねやってたら、私はですね、発展とか経済再生というのはできないんじゃないか。もうそれにいつも嫌になっちゃうんですね。この人こう言ってると思ったら別のとこで全然それに反すること言ってるわけですからね。